ドラゴンボールの願いで生き返った者がいた。私は確かダーブラに殺されたはず。生き返ったのか。信じられん。海王神様、一体何が。ほん、よし、生きておられる。海王神様、海王神様、よかった、間に合ったぞ。キビト、どういうことだ。お前は確かに死んだはずです。しかもバラバラになって。はい、私も一体どうやって生き返ったのか不思議で。そうだ、キビト、急ぎなさい。ゴハンさんも危ない。絶対に孫ゴハンさんを死なせてはいけません。海王神様と同じく危ないところでしたな。よかった。キビト、ゴハンさんのパワー回復は海王神界についてからにしましょう。まさか人間を海王神界に踏み入れさせるおつもりなのですか。そうですよ。さあ急ぎましょう。死んでしまいますよ。はい、開会。海王神界、つまり海王神様の。本来この海王神界は人間がおろか神や海王で。お宅は確か死んだはずじゃ。いや、そうではない。私にもよくわからん。なんで僕。ゼットソードを使って魔人ブーを倒してほしいのです。ゴハンさんならきっとあの剣を使えるはずです。ゼットソード。お気は確かですか、海王神様。人間な。この私はおろか、何人もの海王神様でも全くどうにもならない。キビトは死んでいたから知らないのです。このゴハンさんの信じられないほどのとてつ。とにかく試しに行ってみましょう。その服装、この聖域にはふさわしくない。おお、せっかくの新しい服だけど、キビトさんとペアルックみたいで恥ずかしい。この剣が Z…、はあ、引き抜いてください。私の知る限り、この剣を抜くことのできたものは。引き抜くんですか。なんかこの凄まじいパワーを得ると伝えられている。そう、おそらく、すっごくよく切れるってことかな。心配するな、お前には抜けん。キビト、黙って見ていてごらんなさい。さあ、ゴハンさん、やってみてください。はあ、よし。ダメだ。よし、よし。スーパーサイヤ人か。まあ同じこと。無理だ。何人もの海王神様が挑戦して抜けなかったもの。ほら、やった。なんと。